旧賀英二は、石川県出身の陸上競技選手。石川県立小松工業高等学校、東京農業大学卒業。箱根駅伝に4年連続出場し、3.4年時には2区を走り東農大の連続シード獲得に貢献した。石川県の箱根駅伝出場選手の中では、史上2人目の4年連続出場を果たしている。卒業後は、大英富士重工で、 息の長い活躍をし、現在はスバル陸上競技部のコーチを務めている。関東インカレ2部ハーフマラソン7位、1時間6分51秒、関東インカレ2部5000メートル8位、14分27秒37、関東インカレ2部1万メートル7位、29分55秒76箱根駅伝予選会3位、1時間1分24秒、関東インカレ2部5000メートル6位、 14分18秒56、第7回出雲駅伝2区5位、22分57秒父のヒューガ高オ、兄のヒューガ高チも、陸上競技の経験があり、下記の結果を残している。石川県立松東農業高等学校出身、石川県立小松工業高等学校、先週大学出身国体3000メートル SC3 位、第36回全国高校駅伝1区20位、 ありがとうございます。